ター大鳥ここな役の岩見真中です。皆さんこんばんは。同じくワールドダイスター静香役の長谷川由久美です。この番組は演劇ガールズプロジェクトワールドダイスターの魅力と情報をお届けする番組です。テレビアニメは現在各プラットフォームで配信中。そしてゲームアプリワールドダイスター夢のステラリウム夢のステラリウムも絶賛配信中です。すごい、ついに覚えました。第94回にて。噛まなかった、完璧だったね。うわ悔しい。やっぱ緊張ほぐしてたんですよ、もう、うん、私は言うぞ、なんか緊張感があるからやっぱ邪心、邪念が入ると思い出せないわけですから、うんうん、こうやったのにまさかでも言ってることは全部合ってました、うん、すごい。ました。私は94回繰り返せば覚える人、ね、はい、今回のタイトルコールは、はい、ゆうさんからいただきました、うん。94回のタイトルコールは銭湯に入ってリラックスはどうでしょうか。10月10日は銭湯の日だそうで、うん、劇団シリウスといえばシリウス湯もあるのでということで、はい、確かにそれはもう無視できない。そう、銭湯の日は私たちは無視できません。はい、はいはいはい、しっかりと浸からせていただきました。皆さん本当急に寒くなってきたので本当にぜひあのお湯に浸かってみてはいかがでしょうか。大事、お湯に浸かってますか。いいえ、使ってください、あなたが一番。じゃあでも私お風呂苦手なんで、なので本当に一家にお風呂。シリウスのくせにそんなこと言わないでください。シリウス湯は別です。本当にそんな感じで行っていきますよ、うん、行っていきましょう。じゃあ最後までよろしくお願いします。ワールドダイスターラジオわらじ開演です。この番組はゲームアプリワールドダイスター夢のステラリウムの提供でお送りします。ワールドダイスターラジオわらじ。改めまして岩見真中です。長谷川由久美です。はい、まあ、じゃあ近況ということでどうですか。そうですね、うん、この間なんかとある現場でお仕事して、うんうん、なんか近くでお祭りやってるらしいよって。その現場の友達とスタッフさんと行こうっつって3人で最高行ってさ、なんか本当になんかその土地のみたいな、うんうんうん、なんていうかその通りの通りでやってるなんかお祭りみたいな感じがあって、なんかあんまりさその大々的に例えば花火大会があってのお祭りみたいなところじゃない土地のお祭りって、なんか地元以外だとあんまりこう行ったことない。そう、行ったことないから、なんか何も知らんとこのさ、そう、そう行ってめっちゃ楽しくてさ、なんかすごい屋台があるとかでもないのよ、えー、なんかほんとそこ通りのさお店が、はいはいはい、もうお祭り用にこうちょっとなんか、うん、お肉屋さんとかがさ、メンチカツありますよみたいなことやったりするわけ、はいはい、それがなんかすごいアットホーム感があってさ、うん、でなんかこうまあ出し物みたいなやってる人と、はい、そのお祭りただ来たお客さんの人が、あ、なになにさんみたいな やり取りしてて、いいのみたいな、なんかいいなみたいな。お客さんたちもさ、なんていうんだろう、気合が別に入ってない感じ、わかる、なんか今日、はい、なんかカップル、うん、カップルとかもそんな多くない別に、お祭りといえば的な感じしますけど、家族とか、うん、うわめっちゃいい、そう、でみんなそんなになんか、うん、今日花火大会で、うん、花火大会じゃない、お祭りだから気合い入れてきましたみたいな人がいないっつったら悪いけど、うん、いないかどうか知らないからね。素敵。でもなんかこう、うん、近所で遊びに来たよぐらいのこの空気感みたいな、うん、軽い出店ぐらいの、そう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 、はいはいはい、っていうのがめっちゃ良くてさ、いいな。そう、もうなんか結構もうね、うん、まあこの放送だと10月10日ですか、うん、もう秋じゃないですか、はいはい、そう、この収録段階でも結構もう秋めいて、うんうん、来ているので、うん、なんかちょっとこの間最後のなんか夏のイベント、うん、終わり際にまた一個できたなって、祭り行ってなかったからさ、うわそうか、夏らしいことですね。そう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 、滑り込みでできたと思って楽しかった。素晴らしいです。はい、いかがですか。私はただいまおうちに妹が5連泊中です。長っ。いやほんと長っ。いなくなった。やりますありますありますし、なんならその間にも、うん、まあ、まずワンデイズ目はやっぱもう妹が本当に仕事が大変だと、うん、だ猫に癒されたいっていうことで、うん、もう駆け込みで来て、うん、もうあーって、うん、もういてじゃーんって言って癒されて、もうなんか私ここ気に入ったとか言って、私ここ気に入った初めてじゃないか
私ここ気に入ったって毎回来るたびにそんな感じだったんですけど、うん、でなんかやっぱもう一日じゃ疲れ取れないと、うん、だからもう二日目もいるよって言ったら実家にいる母が、うん、じゃあママも行く二日目は母も来ます、うん、で三人で泊まるじゃないですか。で三日目に私全然あの地元の友達が来る予定でもともといて、うん、で来てくれたんですよ、うん、でも妹と実家のその地元の友達で会ったことなくって、うんうんうん、でも妹って半端ないコミュ力なんですよ。あだからもうなんならもうなんか入ってくるじゃないですか友達が、うん、その時になんかもうおかえりみたいなもうとんでもないパジャマで、うん、おかえりみたいな、うん、しかも私の友達を呼び捨てで呼んで、うん、でも3人でパジャマパーティーみたいないいじゃんことして、で本当に初対面なのに、うん、もうバンバンなんかすごいもうなんて言うんでしょうプライベートな愚痴とかをバンバン言い始めて、うん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 、もう3人でそっかとか言って大変だね、うん、逆にそんな知らないから言える人もいるしね、うん、確かにそうなのかもしれないですね。で帰ると思うじゃないですか、うん、まだいるまだいるいつまでもいるまだいる。で4日目は普通に本当に2人で過ごして、うん、でいろいろなんか番組とか見ながら過ごして、うん、で今日も来るみたいな感じになった時に、うん、なんか友達と久々に会うわって言って、うん、で私なんか帰ってくるもんだと思って、で一回なんかその妹が来る予定だった時に、うん、あの寝ちゃって閉め出しちゃったんですよ、うん、あでも合鍵は持ってるんですけど、うん、でも合鍵持ってるといや何があるか分かんないってなって、うん、まあ、夜帰ってきてから寝ようと思って、うん、でソファーで寝落ちしてたんですけど、うんうん、そしたらなんか朝4時ぐらいに目が覚めて、うん、私今日、うん、ねパーって見たら LINE、うん、そしたらなんか盛り上がっちゃったから朝までいるわわー、ね、もう私ソファーで寝たのにお母さんみたいな立ちでお風呂入って、うん、お風呂上がった頃に帰ってきて、うん、みたいな。あちょうどね朝に帰って朝帰りしてきてね私も朝やっぱ寝落ちちゃったから朝お風呂入って、うんうん、でなんかのんきに楽しかったって言って、うん、で私二度寝するじゃないですか、うん、そんなソファーで寝落ちちゃったから、ね、妹もお風呂入って、うん、お風呂上がってでちょっと話すかなと思って待ってたんですけど、うん、そしたら寝るわって言ってあの主なソファーベッドの方を占領してか、うん、で私二度寝までソファーなんですよ二度寝までソファーで寝て、うん、今日起きてきました。大変自由奔放な妹に。自由奔放ですよ。いいね。でもそういう人っていいね。あなんかあでも気使わないと思います。なんかどんな初対面の人にも合わせられる、うん、まあ、私の友達ほぼ合ってるんですよ、うん、あんたあの小学校つながりとかの友達には全員合ってるぐらい、うん、本当にみんなに合ってるんですけど、うん、人見知りしないし本当懐入るの上手だし、いいね、うん、で憎みきれないんですね、まあ、そんな感じだけど、うん、ちゃんと出るとき洗濯物やってって、あーちゃんとしてる。そうね、ちゃんとしてるんですよ。そこまあじゃあしょうがないかまあやってくれてのかほなええかうまいな、そこの。そうなんですよ、押し引きがうまいわ、うんうん、本当私の周りにも全員やってますし、うん、兄の周りにも全員やってる、本当にもう、ね、なんならもう兄とか兄の嫁さんとか寝てるのに、うん、なんか兄の友達とかも来てる時に、うん、もう兄の友達と朝まで語り合うみたいなすごいな。本当にすごくないですか。すごい。もう私全然人見知っちゃうし、うん、もう兄の家なんて行ったことないのに、すごいね。コミュ力化け物なんですよ。へえ。本当にもう恐れを知らず。なんかね、兄弟でも全然違いますね。本当に。いや面白かったです。あ長くなりましたね。また大丈夫ですか。じゃあお便り行こう。はい、行きます。ココミさんからいただきました。ありがとうございます。岩見さん、長谷川さん、こんにちは。こんにちは。夢して1周年の際にワールド大スター愛が戻ってきたものです。あら、ありがとう。はい、おかえり。そこから夢してをやり込んだり、キャラポップストアに行ったり、グッズを集めたり、探したりなど、様々な形でワールド大スターという作品を楽しませてもらってます。そこで、実はちょっと前から始めたドット絵作成。うん。でココナと静香、岩見さん、長谷川さんそれぞれ作ってみました。試行錯誤して作ったのでうまくできているかわからないのですが、よかったら感想をいただけると嬉しいです。これからも応援しています、頑張ってくださいといただきました、ありがとうございます。ココミさん、いきますよ、はい、はっ、あココナだ、すごい、すごい、もうわかる、パッと見でもこの影とかで
静香ちゃん、あー、もう完全なる静香、え、すごい、すごい、で私、あー、静香ちゃん、あの服もわかる、あの服だ、はじめさん、あー、ほんとだ、すごい、すごい、見せてあげましょうか、見せてあげましょう、じゃあここだから、え、すごくないですか、はい、もうドット絵だからわかりやすい、わかりやすい、で、まあ横に並べてあげましょう、静香、え、すごくないですか、ドット絵でこんなにパッと見わかるのなかなか、すごい、うん、もうだって一発でもうそれでしかないもん、これだって育てられますよね、育成できますよ、ね、うわーすごい、もうすぐわかりますよね、ね、わかりやすい、これなんか卵型のあれで育てられますよ、このまま確かに卵型のにしたら育成できますよ、だってさ、まあ、まださ、こっちのね、ここしずはまだしもさ、はあ、我々うちらなんか嬉しい、そんな大したさ特徴があるわけでもなんでもないですけれども、はあ、そうだよね、青髪だとかこういうピンがついてるとかもないですし、ないですし、そうこれよくぞこの S 字カーブと言いますかね、 S 字カーブもう同じ外羽でもやっぱりねえ全然違 う, 違うし、なんか前髪の感じとか、かわいい、すごい、かわいい、本当にこういうの送っていただくことによって、うん、我々この後写真3枚撮るんですよ、1回につき、そうなんです、もう救われます、本当にいつも大変なんですよ、もうそろそろね、もうないんですよポーズが、そういつもないんです、まあ、これあ今日これだよねって言っても、あ食べる坊主はしたか、今日だって1枚目2枚目っていうことでできます、これで2パターン確保、これも本当にありがとうございます、この後でもう1パターンはね、うん、探していきますので頑張ります、はいはい、続いてひまーのさんからいただきました、ありがとうございます、岩見さん長谷川さんこんばんは、こんばんは、ピザおじさん大スターの称号をいただきありがとうございます、 あの方だ、うん、その時の放送でお二人ともキャンプは向いてないかもと言っていましたが、うん、最近ではデイキャンプといって日帰りでキャンプを楽しんでいる人もいるみたいですよ、デイキャンプならはせみさんの言っていたキャンプ飯を食べて家帰ってベッドで出て、ベッドで寝るもできますね、虫は多少はいますが虫嫌いな私でも大丈夫かと思います、わらじインキャンプ場放送見てみたいです、あーいいですね、デイキャンプは日帰りか、うん、あ確かに、しかももう涼しくなってきたからいいじゃないですか、キャンプ場とかね、確かにね、うん、いいね、じゃあ行きますか、わらじインキャンプ場、でもだって映像ですしね、確かに、だって収録の時間さえみんなでスケジュール合わせたらね、もしかしたら可能かもですよ、ねであんまり言うとでもなんか本当にそろそろわがまま言うなって叱られ劇団反省に行かなきゃいけない、ね、まあ、だこういうのもいいよねって話してる、はい、そうですよね、してるだけですから、してるだけ、するだけは自由ですから、お二人で火起こしとか、火起こしは火はこうやって起こして、これ無人島すぎ火こうやって起こします、そしてあの起こされた火がこちらです、3分後とか言ってあの起こされた火がこちらです、はい、ってこうあの量クッキングみたいに3分でクッキングみたいなであのキャンプ飯も私たちがじゃあやっていきたいと思いますって言ったらその間にシェフがシェフがバーってやって出来上がりがこちらになりますっていうねっていうのもありですから、はい、うん、で我々は自然に癒されて、そうですよ、はい、いいじゃん、いいじゃないですか、やります、あ、私やったことないです魚釣り、私もあんま、いいじゃないですか、あ、やりましょうやりましょうよ、初めての魚釣りで、釣った魚はシェフがシェフしか仕事しないいいじゃないですか、楽しそう楽しそう、これではもう企画書ね、こちらがこの放送の企画書 ね、まあ、1日がかりではありますが、うん、でも全然いいですよね、うん、そんなの全然、もう田舎行きたいので、本当にもうなんか自然 の、ね、はい、空気を吸ってみんなでやります、はい、やりますということで、はい、続きましてにららさんからいただきました、ありがとうございます、まなかちゃん、いくみさんこんばんは、こんばんは、第91回の放送で映画館のポップコーンは多くて食べきれないというお話をされていましたね、一方僕の友達は映画が始まる前の宣伝の時間に大きいサイズのポップコーンを一人で完食してしまいます、なので僕はいつも映画が始まる前にポップコーン消失事件を目の当たりにしてびっくりしています、あーわかる、え、なんか、うん、
やっぱ集中できないからこそ、あと音とかが気になって、うん、集中できないけど残したくないじゃないですか、うん、だから予告で詰め込むみたいな。じゃあ大きいのじゃなくてよくない？大きいの言ってるってことはそれだけ食べたいんだよ。食いしん坊ってことか。ただの早食い食いしん坊、うん、すごいよ。それはびっくり。そういうことだよ。大きいサイズのポップコーンってこんぐらいありますよね。ねえ、うん、大してたまらないですけどね、ポップコーン胃には。そうなの、はい、たまりそうだけど。なんかたまりますか？ちょっとお腹空いてきちゃった。私あんま食べないからさ、ポップコーン自体を。え、いや、あんまたまんないです私は。そうなんだ、うん、やっぱチュロスとか。ああそうね、そういう。ああすっごいお腹空きました。ポップコーン、うん、やっぱねこの回数が本当に嫌です。そうで、ああわかります、うん、私なんかシェアしたくないんですよ、ポップコーン食べるなら。なんか気使っちゃうじゃないですか。あそう、ね、友達といえど、うん、なんか私ばっか食べてたらどうしようとか、うんうん、このなんかキャラメルしみしみなところじゃないですか、うん、そこばっか取ってると思われたらどうしようとか逆に気使いすぎて、うん、キャラメルしみしみのとこ食べれないんですよなんか食べたいかなとか。分かんなくない？分かる？分かります。私やっぱ見ないと定めていくんで、とかなんか いっぺんに3つとか取れちゃったけど、うん、なんか食い地張ってると思われたらどうしようみたいに思うと食べれないから、うん、やっぱあのおのおので買いたいんですよ、やっぱ友達と行っても。お楽しみにお楽しみ、お楽しみください、はい、はい、ということでたくさんのお便りありがとうございました、うん、引き続き番組宛てのお便りお待ちしてます、うん、ではここで1曲お届けしたいと思います。前回のイベント今は遠い星のリグレットで新たに追加されたこちらの楽曲をご紹介します。カトリナ・グリーベル CV 天木サリーでノイシュタート。No start. バラジ。続いてお届けするコーナーはこちら、ワールド大スターへの道。そうでもなかったいやちょっとあの気を使って、はい、皆さんのお耳が大変なんでね。でも私が今のは別に変なことしたわけじゃないんで、ね、そうなんです。本当にもうこの場のために私が気を抜くとまぶたが閉じてしまうって言ったら大きい声出します。だって今何時ですか？もう寝る時間ですよそう、もう、うん、もう大体寝てます。お父さんお母さん寝ている時間、お父さんお母さん寝て、小学生も寝ています。はい、じゃあ行きます。このコーナーでは私たちでいろんな表現にチャレンジしていきます、はいはい、ルールは一人が出されたお題を演じて残り一人がそのお題が何なのか当てます、うん、正解できればご褒美として浅草名物ゲットできます。欲しい。これいいじゃないですか。結構いいコーナーですよねもう何回もやってんだけどこれなんかこれなのかな、これあの今初めてやるコーナーですこれ知らない記憶なくした起きれる94回起きれる起きれる寝るコーナー眠くなんないですよ。適したコーナーでございます、はい、眠くなんないコーナー、はい、だってご褒美もありますからね、うん、はい。そして今回ご褒美はこちらです。下町に生まれて創業70年以上、すごい、松屋浅草に店舗を構える、うん、欧風洋菓子清水さんのフィナンシェです。大好き。フィナンシェ大好き。うわー、かわいい。何これ、かわいい、なんかいる、うさぎさんがいるかわいい。いただきます。かわいいすごい、いただきます。ありがとうございました。これを食べて眠りにつきます。はい、じゃあなんだっけな、じゃあ演じるお題確認してください。私が演じます。はい、はい、
何あおいいです、はい、いいです。じゃあ私が目を開けます、はい、そして私が引きます。こちらです。いきますよ、準備はいいでしょうか、はい、ジェスチャー、 おいけそうだな。いけんじゃない。いけそうですね。じゃあいきますか。こんなの、はい、できます。チャレンジお願いします。大きなところで、あ、英語、映画館、映画、ホラー映画いただきましょう。もういただきます。もうイージー問題、うん、だってもう94回やってんだ。こっちは94回目これやってないけど、そう、さっきの話題がいい感じにこのポップコーンが生きてきた。確かに、そうでもあんた次やんだよ、うん、そう、じゃあとりあえず、うまい、おいしい、おいしい、あ、しみしみですやっぱしみしみだ、ね、フィナンシェってさ、うん、しみしみだもんね、マジで、うん、おいしい。目の部分がシャキッとして、やめてそういうこと本当にシャキッとして、うん、じゃあ、うん、はい、目閉じます。いけます。あー、もう、はい、わかりました、大丈夫です。目を開けてください。何かによるな。何かによるはいつもそう。じゃあ、はい、いいんですか。いきます。じゃん待ってください、これ。あー、そっか、ミュージカルです。あー、わかりました。お、いけそう。じゃあ、いやー、わかりました、始めてみますか、はい、それではスタート。みんなはわかりますか物事には町が存在すること。町っていうのはタウンじゃなくて、じゃない、ステイ、ステイ、ステイ、はい、ステイ、ステイ、ステイところでなんだけど、ステイとステイとストーンって似てるよね。ステイ、ステイ、ステイ、ストーン、ストーン、ストーン。マジ何言ってるか全然わかんない。何これストーン、ストーン・ザ・ステイ、ストーン・ザ・ステイ、石の上にも3年。終わったやったやったえ、これなんていう意味でしたっけなんか石の上にも3年意味がわかんなくて、でも私も意味わかんない、石の上にも3年あ、待てばいいよみたいなことですか。辛抱大事ってこと。辛抱しなさい。あ、穴がち間違ってない3という概念は何なんだろう、ね、確かに確かに、3年なんか、まあ待てばいいことあるかなっていうことなんでしょうかね、うん、そういうことだよね。いやー、最高。何でもすぐやめちゃったらってことか。そうですよ、やっぱプロになるにも10年って言いますからね。確かに確かに、うん、じゃあそろそろうちらも プロになれてくるってこと、うん、すやっと。もうすぐ新人じゃなくなってしまいますよ。あー、そっか、うん、悲しいね。あれ、はじめさん今何年目ですか。うん、大事ですね。うん、あれ、私でも9年目ですよ。うん、ほぼ半年ぐらいの差だから。確かに、そんな変わらないんですよ。そっか、半年の差でしたね。うん、美味しい。目がシャキシャキしてる。ほらびっくりだ。ちゃんとシャキッとしますよね、うん、シャキシャキしてる目が、うん、おいしい。はい、ということで、うん、優秀。あ、以上です。ワールドダイスタイの道でした。ここでワールドダイスターからのお知らせです。ワールドダイスターキャラポップストアがナムコ夢田店にて開催中です。夢捨ての様々なイラストや書き下ろしイラストを使用した新規グッズの販売や、必ず景品がもらえるミニゲーム、劇団電機のディスティニーガラポンもご用意しております。大阪巡回は初めてとなります。11月4日月曜日までの開催となりますので、この機会にぜひご来場ください。次に夢捨て情報です。昨日10月9日にシリウスメンバー全員で歌う新カバー楽曲ネオスカイネオマップを追加しております。楽曲ショップにて登場しておりますので、ぜひご確認ください。続いて、本日よりアーケード向け音楽ゲームマイマイデラックスとのコラボイベントが開催しております。このコラボイベントでは星しずくや花と雪とドラムンベースなど全5曲のコラボカバー楽曲が登場いたします。本日は静か CV 長谷川郁美と新妻八重 CV 長縄マリアさんが歌うプリズムリズムを追加しております。
また今回のコラボイベントに合わせてコラボ限定アクターカードとコラボ限定ポスター、コラボ限定パックがゲーム内に登場しております。とても可愛いイラストですので、ぜひゲーム内にてご確認ください。また10月6日よりイベント合同音楽公演グローバルステージを開催しています。先日恵比寿ガーデンホールにて開催されたライブイベントの瀬取りに合わせた、オーディションモードになっており、クリアの報酬としてバングルライトのアクセサリーや衣装交換シールが獲得できます。同時に開催している期間限定ミッションを進めると、ライブを記念したデコパーツやアルバム背景、限定称号を獲得することもできます。さらにライブイベント開催を記念したログインボーナスも実施しており、ライブのキービジュアルポスターや最大1200個の無償劇ジュエルがもらえます。その他にもライブの T シャツモチーフのアクセサリーや豪華なアイテムがたくさん入手できるパック、ライブに登壇したアクターの星4が確定で入手できる限定ガチャも登場しております。イベントは10月24日まで開催しておりますので、ぜひ挑戦してみてください。以上、ワールド大スターからのお知らせでした。お送りしてきましたワールド大スターラジオわらじ、そろそろお別れの時間になってしまいました。番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。宛先はメールの場合すべて小文字で、わらじアットマーク joqr.net、 waradi@joqr.net まで送ってください。そして番組公式 X が稼働中です。収録後の写真もアップされますので、ぜひフォローしてチェックよろしくお願いします。さらにこの番組は BS11 公式 YouTube チャンネルにて A&G での放送と同時に配信されていますので、お好きな方でお楽しみください。アーカイブはワールド大スター公式ホームページのラジオの項目からも飛べますので、ぜひチェックしてください。そして今年の12月7日土曜日に番組イベントの開催が決定しています。場所は東京九段下の科学技術館サイエンスホール。出演は私岩見真中と長谷川郁美さん。現在チケットの抽選申し込みを受付中です。詳しくは番組 X のお知らせをご確認ください。ということで今回の放送をお送りしてきましたよ。はい、まだありますからね。まだありますね。食べます、食べます、食べます、食べます。食べていきます。これ絶対美味しいですね。これ美味しいですよね。美味しいよ。あとで味を見ながらおまけで食べたいと思います、うんうん、はい、はい、さっきちょっと雑だったってこと。どういうこと。これ味、味一緒ですか。何味ってことか、はい、同じかな。ちょっとプレーンな感じする、ね、こっちも同じかしらっていうことを話しながらやりたいと思います。さあ、さあお時間です。引き続きラジオ本編も間違えた。わまあ、それではお別れのお時間です、はい、この時間の相手はワールド大スター大鳥ここなえ君の岩見真中と静香役の長谷川郁美でした。せーの、バイバイ。この番組はゲームアプリワールド大スター夢のステラリウムの提供でお送りしました。味のおまけ。ワールド大スター大鳥ここなえ君の岩見真中です。鈴鹿役の長谷川です。じゃあいただきます。はい、私はまだ残っております。とあとなんかあれですよね、普通のメール。普通のメールを読みながらお菓子食べて。はい、じゃあ私が先に、はい、普通を立ってやつってやつ、アルパカナッツさんからいただきました。ありがとうございます。真中ちゃんこんばんは。ラジこんばんは。ラジハセ、ヨッスー、ヨッスー、え、なんか仲良くないですか。え、なんか距離感じましたが、まあ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 、この間、なぜハセだけヨッスーなの。もう2回目なんだこれ。まあ、ね、とお二人が疑問に思っていらしたので、うん、理由を説明しようと思います、うん、理由2つあるんですよ。2つもあんの。1つは突っ込んで欲しかったというのと、もう1つは夢捨てのココナとトアのスポットストーリーにてトアがココナに対してよっすーと言ってたところから始まりました。え、私ココナだけど。最後に一つだけ、一つだけ言わせてください。私はお二人のファンです。
お二人のファンですよ。大事なことなので2回言いました。あれだ、ありがとう。多分あずみさんのファンなんだって言ったんじゃない。いじけたんだ私が。いじけたんだよ、26歳なのに。いじけたんだよ。あ、ほんとだ。あ、そっか、トアがココナちゃん、そうだそうだ、よっすーって言ったな。あ、トアちゃんからなんですね、ありがとうございます。そうだったんだ、かわいい。なんか心配すんなってってことですよね。そうだよ、私の方好きだって、心配すんな。ちゃんと好きだよってことでしょ。好き好きってことよ。、うん、ありがとう、ありがとう、嬉しい。でちゃんと突っ込んでほしかったっていうのがね、うん、面白いですね。はい。それでは続きまして、ラジオネーム蜘蛛のグリーベルさんからいただきました。ありがとうございます。まなか様、はす、いくみ様、こんばんわらじ、こんばんわらじ、うぇすみません、失礼します。失礼します。多分はずみさんは乗らない。あー、いやそんなのはあの世界の常識なので。なんかその当てましたとかそういうことではないので。じゃないんですね、失礼いたします。別に、はい、別に、はい。来てます、来てます。人生で初めて、あ、初めてラジオにメール書いてます。ごめんごめん、いらっしゃい。ごめんね、こんなおかしかったって今入ってよ。最悪。はい、実は第1回目から2回ずつ視聴している自称わらじ大ファンです。え、嬉しい。あ、すごい。あ、じゃあ録音と同じですね、2回撮りだから。2回撮りごとに視聴してくれています。夢捨てもリリース日から欠かさずプレイしており、うん、ココシズカトが大好きです。初めて言われた。ココシズカト、ココシズカトが大好きで。でもいいよね、その犯人は。確かに、うん、お二人には僕が今まで撮った中で一番お気に入りのフォトを見てほしいです。かわいい、いきます。あーらー、かわいい、めっちゃかわいい、めっちゃかわいい。なんか超かわいくないですか。かわいい。結構なんかトップレベルでかわいい気がする。だいぶ、あー、めっちゃいい。何か、センス感じますね。どっちもなんかサイン付きだしね。いい、すごい、ちょっとこの寂しげな静かと、うんうん、でも笑顔のここの、なんかいい、これなんかめっちゃいいですね。上手、これは本当に見てほしいわ人に。でここココシズとご本人のグリーベルで、あ、なんかこれでココシズ加藤で、いや加藤はないじゃん。加藤はカトリナの部分だから。ココシズグリだから。ココシズグリ、はい、ありがとうございます。これからもよろしく、わらじもどんどんいただきます。続いて斬新斉藤さんからいただきました。ありがとうございます。岩見さん、長谷川さん、こんばんは。こんばんは。岩見さんの謎言動に対して長谷川さんがツッコミしないのがたびたびありますが、そのスルースキルはどうしたら身につきますか。僕は気になって放送を見ながらツッコみたくなります。んんん、してないですよね、あんまり。まあ、でも何もかもやってるとこっちの体力がなくなってしまうので、まあ、たまにこうなんか抜くというか、うんうん、肩に力を入れすぎることもあまりこうやっぱ生きていく上では、まあ、本当にそうですよ、うん、良くなくて、やっぱりその、うん、まあ、120度全力で生き続ける人もかっこいいと思うんですけど、はい、でもやっぱりこう長く続けていくには、うん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 、どこかでこう抜くっていうやっぱことが大事になってくるんですね、うん、これは本当に子育てと一緒ですよ。子育ても人生もまなかちゃんと関わることでも本当にこれは大事なことになってきますので、斬新斉藤さんもこれからねずっとこう長いことまなかちゃんの活動を見ていくことになると思いますが、ほんとずっと突っ込んでもう大変なので、肩の力を抜くということ。そうですよ、ほんとあんま無理しないでください。大事です、これが一歩です、私とねやっていくための。終わりですか。じゃあどうしますか。これ食べきってから終わりましょう。さすがに、はい、うん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 、ごちそうさまでした。うん、バイバイ。